はいどうも、コミです。さて本日はね、アニバルパークコウさん、こちらにちょっとねお邪魔してます。でまあ前回ヤマモンズさんにねお邪魔してたんですけども、あのこちらのアニマルさんもね、前回のまあクラネクでまあご一緒に出場をしてもらったジャバンさんというねリーダーの方がいらっしゃるんですけども、そことこうね昔からあのパイプがカンクラございまして、で本日ねそのお礼も兼ねてちょっとね遊びに来させてもらってるというところでございます。でやっぱりねアニマルさん、あの特徴としてはクランのね中に本当にトロが高い方が多い、こんな感じですね。もう一面もうレジェンドみたいな感じで、一時はね本当にもうロカランのね、クランの中でロカランの本当常連とか、まあ、いうぐらい、上にね、名前が入っているクランで、本当に皆さん、活動がね、活発な、クランでございます。で、やっぱりその中でね、対戦をしていくと、まあ、いいね、全開リプレイっていうのも結構、やっぱあって、そういうのもね、ぜひ本日はこうね、紹介させてもらいたいというふうに思って動画を、撮っているところでございます。で、今日の中身なんですけども、2本立てです。一つはね、ホグライダーを使った攻め。で、クイヒーホグとかね、よく流行ってるんですけども、必ずね、別にクイヒーにする必要もないと思うんですよね。ホグライダーを使う前の、その、陸の入り方。これがね、結構重要で、そこに関してすごい面白い発見があったんで、それを1本。と、あと、ホグライダーを使う上で、やりがちな失敗。私がやっちゃったんで、そのやっちゃった動画をね、ご紹介したいということで、2本立てでいきたいというふうに思います。で、まずはね、ナイスアタックの方からいきましょうか。こちらですね、レクサスさん。レクサスさんがね、本当に綺麗なね、ホグを決めてくれたんですが、まずはざっと、全体を流していきましょう。こんな編成ですね。ホグライダープラス、ヒーラー3体。あと、アイゴレを持っていってますね。なので、この辺のね、ユニット、まあ、ドラゴンもそうですけども、まあ、使い方をよくね、ちょっとこう見ていってもらいたいんですけども、まずはこうね、サイドカットをしていきます。やっぱりこれがないことにはね、あの陸部隊ってどうしても恐れちゃいますので、サイドカットは非常に重要ですね。で、このドラゴンのサイドカットうまいですね。対空砲とかシングル IT がないので、ドラゴンがね、1体でしっかりこう、11時方面カットしてくれてますね。さらに、これでね、束になったボーラーだったりヒーロー部隊が、このね、タウンホール見かけてガン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 と、進んでいるという形ですね。で、これね、まずタウンホールを壊しながら相手のアーチャークイーンと防衛援軍、まあ、この辺っていうのはね、ホグライダーのもう天敵になってきますんで、これを壊していきますね。でさらにこのルート、インフェノタワーをね、2本壊せるっていうのも特徴です。で、今ね、ホグライダーを11時方面から突入させまして、で、これでヒールをね、かけながら、ガン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 と進めていきます。で、持ってってるね、このフリーズスペルの使い方が意外とね、よくって、今みたいなところ、こういうね、ヒーリングは使ったものの、バーバリアンキングや、クロスボウとかスケルトンなんかがいっぱいいると、じわじわね、ホグがやられちゃうんですよね。まあそういう高火力帯ではヒーリングもまあ使うんですけども、それでも回復しきれないダメージ量っていうのをしっかりフリーズでこうね減らしていくことによって、ホグライダーがこれだけねババキンだったりスケルトンにバコバコ殴られながらも最後のこのテスラを壊すまでしっかりね仕事をしてくれて、まあ残念ながらここでねホグは倒れちゃうんですけども、防衛施設は全部破壊というところまで持っていってますね。いや、お見事ですね。で、さらにこれ、クイヒーも含めてヒーローが3体きっちり生きてるっていうのも見逃しちゃいけなくって、これはね、この攻め全体のそのバランスですね、しっかり、タウンホール付近、今ちょうどこの援軍が弾けたあたりまで、ユニットを持ってきて、まだピンピンしてるところで、ホグライダーを11時からこう流し込んでますんでね、ホグと、中に入ったヒーロー、まあ、ヒーラーがついたヒーロー部隊っていうのがお互いにこう防衛施設のターゲットを分散し合いながらね、前に進めたっていうところが最後このヒーローがこんだけねピンピンしているこの状態を作り出した、まあ、ポイントじゃないかなっていうふうに思いますね。いやー、非常に素晴らしい全開ですね。お見事だったんで、ちょっともう一回ね、流したいんですが、細かいポイントに少し、視点をね、フォーカスしながらいきたいというふうに思います。で、やっぱりね、うまい方はやりますね。こういうところ。これ壁の中にボーラーとかアチャクイが入った時、ここのね、迫撃砲をたげって時間取られないように、まずこう潰しておくっていうことですね。で、サイドカット用のルピドラとドラゴン、この使い分けも絶妙ですね。
あのどれをどこに使えば、まあ仕事をするかっていうその配分がしっかりしている。ここはもう完全なプレイヤースキルですね。プランニングを実現するための本当スキルで、このアイゴレヒールヒーラーか、これがすごいんですよ。今アチャクイを凍らせてその間にババキンが処理するっていうね、この格好を作ったこともさることながら、壁開けにも一役買ってるんですよね。フリーズの効果をアイゴレが出した瞬間に壁を開けていくということでね、ウォールバスターがそれで生きてますよね。で、さらにねその後ろからバスターがこう続くことによって、バスターが最後までこう壊れずにね到達すると。で、もう一個このアイゴレ、あそこでねアイゴレヒーラーにした理由っていうのは、これね、例えばババキンヒーラーなんかにしちゃうと、当然ヒーリングの、まあ、ヒーラーの回復能力が下がりますよね。で下がっちゃうので、アチャクイにゴリゴリダメージを受けてね結構食らってしまうと。じゃあゴレはっていうと結構ねユニットコスト圧迫しますよね。じゃあジャイはっていうと今度体力が低すぎてこれもやられちゃうというところでね、アイゴレヒーラーなんですよね。このアイゴレヒーラーがうまかった。序盤の、この9G 区画かな、ここを見事にこう突破できた要因はもう間違いなくアイゴレヒーラーですね。この効果によって、後から続いてくるボーラーだったりヒーロー部隊っていうのが本当に行きましたしね。これがねやっぱりこの今回のねホグライダーアタックを成功させた、まあ、すごい大きなね、序盤の入りのファインプレーだったというふうに思いますね。これ私もぜひ参考にさせてもらいたいなと思うあのポイントでしたね。何せババキンがここでまだねフィスト残してますからね。でそれでも体力パンパンだっていうこの形は本当にすごいですね。もういかに、このヒーローパートがねうまいこと決まったかっていう、まあそれをもう如実に物語ってますね。ナイスアタック、ナイス全開でしたね。ぜひね、まあ、ホグ回しもさることながら、まあ、その呪文の使い方、フリーズだったり、あとはこのね、アイゴレヒーラー、ぜひね、ホグライダー使ってみたい方っていうのは、参考にしてください。今ね、ホグが本当に強いです。今までのホグとは違いぞっていうぐらいね、ゴリ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 言ってくれるんでね。で、もう一本、私の失敗リプレイ見て今日終わりましょうかね。ホグライダーなんですよ。なんですけども、ホグを使う上でやっちゃいけないことっていうのを、お話しします。これはねやっちゃいけませんね。ぜひ皆さん気をつけてください。で、まあ、攻め方としてはね、もう単純に、クイヒー、まあ、ヒーラーを少し、ね、減らしたクイヒー、まあ、初見なんでちょっとこのテスラとかに、ね、いろいろ邪魔されて、少し入りは乱れちゃってますけども、でこれをしながらね中心部にペッカーとアイゴリを流し込んでいって、で中心をくり抜いてから外側をこう、ホグで回していこうと、まあ、いう発想なんですけども、相手のヒーローはここで処理しましたね。で中心部に向かって今アイゴレだったりネクロっていうのが防衛軍で出てきましたが、でこれもレイジに乗っけて処理していくと、まあ、ここまでは割と順調そうに見えますよね。まあこの尺弾でちょっとトーム使っておくべきだったかなとか、まあいう反省はあるんですが、実際反省は多分そこじゃないんですよね。もっと別のところにね私のこのアタックの大きな反省があります。で、まあ、それをね見ていただくのに、今ホグが出てきましたのでね、ちょっとこのホグの動きを中心に追っかけてもらいたいんですけども、結構ねここ序盤はいい感じでホグ曲がってると思うんですよね。ヒーリングも無駄遣いはせずにねしっかりこう固まったところにこう打てていると思うんですよ、まあ、自分ではね自分ではなんですけど、これね当然ギガテスラはホグで落とすつもりでいます。50% まで、ね、破壊率を持っていって、でここでギガテスラが起動したところでホグが壊してくれると思ってるんですが、ヒーリング使ってますよね。使ってフリーズで止めて体力回復させてるんですが、ボーンです、ボーンです。見えました、この白い天に登っていく姿と残ったこの悲しいホグの量、これなんですよ。もうここから先は回しちゃいますけど、まあ、最後はねホグが足んなくて自利品になっちゃいました。もうヒーリングを使うホグがいなくなっちゃったら意味がないんでね。で、まあ何が原因かっていうと、ギガテスラの爆破ダメージですね。これね、これからホグをしようとしている方は、ほんと要注意です。マジで気をつけてほしいんですけどね。ホグライダーって、体力、見てください、これ、920なんですよ。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、爆破ダメージ一発で、こうやられちゃうんですよね。真ん中、ちょっと英語でごめんなさいなんですけども、爆破ダメージ1000なんですよ。要するにグランドウォーデンがついていないと
体力満パンでもやられちゃうんですよね。ということでですね、最後私の失敗リプレイで学んでほしいのは、この非常に強いホグライダー、短期で、ギガテスラに向かわせると、もうあのウォーデンがいない限り必ず全滅しますのでね、そこだけは本当に要注意しながら使ってもらえたらというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。